かき揚げってこっちのことかも。思ったかき揚げとかやったよ。1時間半とかで京都までは3時。
で大阪まで。東京ルート、名古屋ルート、あれ東京っていうのは基地横浜あるのかな、腕が痛い、腕誰重さやったわ。ダコちゃん離れる。兄弟の中はタワーが一番あれだ。全然体が違ってちょっと。でも兄弟の中は一番頭いいわ。まあ頭いいわ。下これよくある。よくすぐ覚える。俺。次ぞ。親が頭ですから。一番いい頭いい。勉強できる。一番下。4万。なんで？愛子ちょうだい。大学も難しくなの、2つなんか入るの、大学2本、大学、うん、あ、入るの難しいか、うん、難しい、うん、よりきれいや、その時代に完全に金で入れる、今違う、今そういうのない、前みたいにフィリピンがさ、お金あれば大学入れるんだけど、あれテストあるでしょ、フィリピンもあるんだけど、テスト受けば大丈夫だったら、僕その関連を大学の何一応半分だけ払うけど、そのさ、ここの推薦とか入学金払ってたんですか、入ったんですか、リュウタ君、サンビアン食べたことある？あのめっちゃ辛いやつ、韓国のサンビアン、じゃあおそば、あ、辛いな、ダメなの？唐辛子、唐辛子アレルギー、辛い、辛い、だってタチ君平気食べるよ、ただのバカだもん、親が辛いが好きなの、あれ、カシはイカ、フライ、揚げ、辛いやつ、ケケツ、ザケツ、あと、マブドフの辛いの、これ何、牛、うん、牛、この場合、砂が辛いから、辛いの分から、あれどうなる、あれさ、だから格好中で、こういう食べれるもんってみんな我慢してくれて、こういう大変なんですよ、泣けずぐらいです、はい、また違う、泣けずぐらいと思って、バカだ、俺もパラパラ、大好き、泣けずぐらいなんて、かけたら悔しいじゃん、でお兄ちゃんといつも喧嘩してみたい、オムライス食べる、うん、オムライス食べる、どうも、裏面食べる、
ショッピングどれあれ甘いララポート愛知総合にお越しいただきましてあ、分かる誠に ありがとうございますでかまた10分で食べたらうまい嘘つけ本当俺やるぞ車椅子をご利用の方食べたステップに食べたステップにご利用いただける駐車券をご用意しております嘘これ美味しいねご協力をお願い申し上げますこれは横浜にあるでも約20分です Our parking lot has